日本沖縄県名護市港名護岳町上から望む港地区とその周辺。港は沖縄県名護市の町名。郵便番号905-0014。ほとんどが住宅地として利用され、商工業施設などは国道沿いなど一部のみである。国道より内側が一丁目で古くからの集落なのに対し、二丁目は復帰後に埋め立てられた新興住宅地である。 城、大西、大中、大南、宮里と隣接する。古くから集落で、城一丁目との境にあるスーパーと1981年に、上がり江から移転した名護市役所以外は、ほとんどが住宅地である。1970年代後半までは、名護バスターミナルもあった。原国道あたりからは復帰後に埋め立てられた。復帰後に埋め立てられた、新興住宅地で、 1970年代末に一丁目からバスターミナルが移転、さらに現在の宮里へ移転後には、名護市民会館と中央公民館が設置された。現在では、沖縄のマスメディアの北部の拠点がここに集中している。2000年の九州、沖縄サミットでは、市民会館敷地内に報道機関が集まるプレスセンターが設置された。同じく埋めてられた、あがりえ五丁目や、 城三丁目と違い、空き地が少ない。住居表示実施前はほぼ全域が、名古市あざ名古6492番地と一つの番地で、区画ごとに枝番が付けられていた。かつては名古町大県、九条区の一部だったが、戦後すぐの1946年に、天の町で港があったことから、西側が分離され、港区となった。その後、 名古屋座名古の一行政区だったが、1991年に隣の区で、かつての所属区だった、白区と共に住居表示が実施され正式な町名となり、一丁目と二丁目が付けられた。その際名古居港と集落の一部が城になったため、港という地名の中に港そのものはなくなった。復帰直後の1970年代前半までは一丁目しか、 なく、現在の国道58号あたりが海岸線だった。1975年の沖縄国際海洋博覧会を機に、現在の国道がアクセス道路として開通、そして2丁目にあたる地域が埋め立てられた。1970年代末には、名護バスターミナルが1丁目から移転してきたのを、はじめ、1981年には上がり江から、名護市役所が国道沿いに移転。 さらに1980年代半ばには、名古屋スターミナルが、現在の宮里へ移転すると後地に、名古屋市民会館と中央公民館が完成し、市の行政機関が国道を挟んで、当地域に集中した。2000年の九州、沖縄サミットには、市民会館敷地内にプレスセンターなどの施設が設置された。当地域内には、以下の3カ所のバス停がある。 名護バスターミナルを発着するすべてのバス路線が通過する。ありがとうございます。